恋の罠、瀬戸内寂聴。朗読、ケリー白鳥。午後の一時から二時過ぎまでは、エリコの売り場は決まって閑散としていた。名家、渦潮などといっても、エリコのふるさとの町の人間しか知りはしないだろう。 ふるさとの特産の干し柿に加工したその名物のお茶菓子を売っているエリコ自身、一度も美味しいと思って食べたことはなかった。銀座に近い東京の心臓部に、全国特産味のデパートが建って以来、渦潮も他県の名物と肩を並べ、味のデパートの陳列ケースに収まるようになった。磯部エリコは、 渦潮の二つぼばかりの売り場の売り子兼レジスター兼責任者だ。渦潮の東京寝室と同時にふるさとの T 氏から上京していた。ほらほらほら、また来たわよ。隣の売り場で林県の名産、かんざし飴を売っているマチコが腕を伸ばしてエリコの背をつっついた。チンレスケースの陰で こっそり爪にヤスリをかけていたエリコは顔も上げず、東京には暇人が多いのね、と興味もなさそうな声を出した。声とは反対にエリコの胸はその途端急に騒ぎ立っている。首を上げてみなくてもエリコの瞳には数十メートル彼方の入り口の方から塩見大介の目立つ白髪の頭が 客の流れの上に抜きんでて、ゆっくりこちらへ近づいてくるのが映るようであった。それをはっきりと確かめてみたい衝動を必死に抑え、エリコはあくまで冷静を装って爪の手入れを続けていた。今日で5日目だ。今日はきっと何か特別に話しかけるに違いない。いや、話しかけるよう持ちかけてみなければ。 エリコは頭の中で忙しく計算していた。男を引き込む話術や眼差しには自信がある。ふるさとの町にある演劇研究会で、いつの公演にもヒロインを務めていた演技力を活用すればいいのだ。舞台の上ばかりでなく、エリコの過去には何人かの男と恋を語り合った経験だって豊富だった。 小柄で引き締まり、ほっそりした体つき。わざとパーマネントをかけない狭である黒髪。ハート型の小さな顔からはみ出しそうな感じの黒目のキラキラ光る瞳。23歳という若さにあふれ、しかも若すぎはしない年齢。そのどれもが男の心をそそる魅力なのをエリコは十分知っていた。 陳列ケースの陰で素早くコンパクトを覗き込む。蛍光灯の光にも濁らないピンク色の口紅のついた唇をたっぷり唾バの乗った舌で舐めると濡れた唇が光り琥珀色の方が生き生きと見えてきた。ふずしをください。お見の声に今初めて気づいたようにパッとまつ毛を瞬かせて顔を上げた。 いらっしゃいませ。いつもの箱を。長身のしおみはエリコの方へ身を鏡込むようにして笑いかける。端正な顔はいつでも手入れが行き届き、女の肌のようにしっとりとしていた。それでも、応用のない頬のたるみや目尻の深いシワに、初老の陰影が漂い、白髪の紳士を一層上品に入話に見せていた。 エリコは器用に渦潮の箱を放送紙に包みながら一番自信のある左横顔を塩見の方に向けていた。塩見大介は五日前のやはり今時分一番暇な時刻にこの建物に入ってきた。入り口からまっすぐ通った通路をまるで舞台の花道のように見事なポーズで歩きながら見るともなく 両側の陳列ケースを見ていた。エリコの前に来たとき、ふっと目を細め、足を止めた。いらっしゃいませという声はかけず、大きな目に物を言わせて、エリコは職業的な笑顔で見上げた。客は箱入りを見つかり上げた。エリコが包む間に、ケースの上に出してある渦潮の宣伝のしおりを取り上げ、 別行口の老眼鏡をかけて読み出した。君は地位子の人はあ、この売り場の女店員は、それぞれの出品物の産地の人間が来ているのも、宣伝の一つになっている。客の多くは、在京の地方人が、ふるさとの味を懐かしがってくる。その他は、地方人が上京の際、土産物として、 ここでまず、ふるさとの名産を買って、都内の目的地へ行く。そのため、ふるさとの言葉の通じる売り子が重宝なのであった。懐かしいね、T 氏は。ー氏をご存知でいらっしゃいますかこの紳士は、T 氏出身ではないと思った。エリコのふるさとの母音の強い鉛は、なかなか抜けるものではない。特に、男は、 幾年東京に住み着いても、はっきりと、その言葉の中に、ふるさと鉛をこびりつかせていた。耳のいいえりこだって、無理して買ったテープレコーダーで、どれほど屈心し、鉛を抜いたかしれないのだ。白髪の紳士は、純粋な東京弁であった。私の祖母が T 氏の人でね、私も子供の頃は、たびたび T 氏へ行ったものだ。 紳士はまるでエリコの瞳の中に T 氏の穏やかなサンガが映ってでもいるような情のこもった懐かしそうな目つきでエリコの目の中を見つめてきた。エリコは大胆にその目を見返し、ふっとこの人ならと心が高ぶってきた。白髪の紳士はそれから毎日決まって午後の一番暇な時間にやってきた。 二日目に買った渦潮の箱に名刺を貼らせたので、エリコは素早くその文字を覚え込んだ。医学博士、塩見大介、田園調布三のるまる番地。いかにも上品な書籠の紳士にふさわしい肩書きと名前である。三日目にはすでに売り子たちの注目の的になっていた。 別に長話をするわけでもないが、うずしを包ませ、一言二言、エリコに話しかけ、じーっと目の中を覗き込んで、あっさり引き上げていく。街ではまだ、ぼてぼてと暑い冬オーバーの季節に、見るからに軽そうな、ラクダ色の本場カシミヤのアイオーバーをふわりと着て、とても地上を歩くには役に立ちそうもない、キットの靴を履いている。 好奇心の強い売り子のちこは、二日目に白身の後をつけ、デパートの入り口に待たせてあったキャデラックに収まって帰ったと、他の売り子たちに報告した。素敵ねえ、ロマンスグレーの標本みたい。昼下がりのジョージのクーパーそっくりじゃない。お目当てはエリコさんね。もちろんよ、あんなまずい渦潮を毎日毎日誰が欲しいもんですか。 それぞれの持ち場のウィンドウの上に体を乗り出すようにして、ウリコたちは騒いだ。でも、結婚の対象には無理ね。あら、どうしてああいう年寄りと結婚して、早く遺産持ちの未亡人になって、うんと素敵な若者と再婚してごらんなさい。うわあ、うずいちゃう。勝手なことをしゃべり合う仲間の声に、合図ついも打たず、エリコはひっそり、冷たい笑いを浮かべていた。 そして、しゅうみは、四日目も来た。昨日のことだ。ここは、何時まで勤めるの六時です。そう、大変だね。それっきりだった。悠々と広い肩を揺すって出ていくしゅうみの背に、しばらくエリコは、焦燥を感じた。その夜、エリコは、高倉といつものホテルに行った。 t 新聞東京支社の記者、高倉とは、上京して半月目あたりから、このホテルに来る中になっていた。2年前、初婚の妻と別れたという高倉は、下宿住まいをしていたが、エリコは男の下宿へは止まらなかった。t 氏から、東京の有力な同人誌の検証に応募して、二度ばかりショーに入ったエリコは、最初時代の波に乗り、 一挙に東京で作家になるつもりで上京してきたのだ。T 市の市役所の会計課でもらっていた給料よりも少ない給料なのも目をつぶってうずしおの売り子になった。エリコの小説のファンの酒屋の息子からの求婚もあっさり断った。東京へは高校の修学旅行に来ただけのエリコは誰一人知人もなかった。T 新聞の記者からもらった 高倉宛ての紹介状が唯一の頼りだった。大胆な性描写が至るところに出てくるエリコの小説を読んでいた高倉は、現実のエリコを見て一目で惹かれたらしかった。見かけの大人しそうな雰囲気と酒もタバコも飲むエリコと、どんな際どい会話にも平気でついてくる大人っぽさと、高倉はエリコの演技と 本質の見分けがつかないままに、会うたび、エリコの魅力の虜になった。初めてのキスを巧妙に避けて許せなかったエリコが、ホテルに誘うとあっさりついてきた。ベッドの中のエリコは完全な女だった。君に溺れていきそうだなまだ火のように燃えているエリコを抱きしめたまま、高倉が 八分の本気を込めてささやくと、エリコは生あくびを殺した声で、物嘘をに言った。あなたと私の体が相性だっただけよ。それからも一週に一度か二度の割合で、高倉が誘えばエリコはついてきた。君はこういうことを何だと思ってるんだろう。高倉が次第にエリコの本音を叩き出したくなって、 ついやねえ、なんでもないじゃないの。あなたは山マだし、あたしは独身の女だし、要するに間に合ってない同士だから融通し合ってるだけじゃないの愛情が全然ないというのか。愛情なんて、あなた、恋愛結婚した奥さんと別れたくせに、まだ男と女の愛情なんてものに夢があるの 自分より七つも年下のエリコに軽くいなされ、高倉は顔を逆なでされたような気がした。ジョージの後でエリコはいつも熱心に分断の噂話を高倉に聞きたがった。高倉の作家の話や若い人気作家のゴシップめいた話にさえ、エリコは目をギラつかせ小鼻を膨らませて興奮する。 高倉が学校仲間のやっている地味な同人誌へ紹介してやろうとしたが、売れない人たちの集まりなんて魅力ないわ、とうさぶいて見向きもしなかった。高倉の愛情を封じるように、私ね、居心地のいいアパートに住まわせてくれて、有名になるまで生活の心配なく小説書かせてくれる男が見つかりさえすればいいのよ。今のところじゃチャンスがないから、バーかキャバレーにでも変わりたいの。 高倉さん、そんなとこに顔聞かないなど、抜け抜けと言ったりした。その世のエリコはいつにも増して燃えた。完全に圧倒された高倉が身を離して息をあえがせているのに、エリコはまだ狂おうしそうに覆いかぶさった。惜しいわ、あたしたちこんなに会うのに。でも、もう、よしましょうね、今夜きりで。 え高倉は耳を疑って飛び起きた。なんて言ったんだい別れてって言ったのよ。どうしたんだカモが見つかったのよ、やっと。き、君はいや、そんな怖い顔。ねえ、どうせお互い便利にしあった仲じゃないの。もう邪魔しないでね。うずしを買いに来るロマンスグレーなの。お金持ちらしいわ。うん。話がついたのか。 まだよ。でも、自信あるの。エリコは、もううっとりと、目を天井に放ち、未来の勝利を思い描いている表情だ。でも、あんたとは、普通のお友達として、ずっと付き合いたいわ。ねえ、お金に不自由しなくなったら、教えてね。お金の効果的な使い場所や、なんか。まだよくわからないんだもの。勝手にしろバイタと、 怒鳴りつけたくて、高倉ははっと顔を歪ませた。エリコとは快楽を共にするだけで、せいぜい夕飯ぐらいしかおごってない。金は困っているはずなのに、受け取らなかった。またそれをいいことにして、高倉もエリコの生活からは目をそらしていたようなものだ。協力したのはフィフティフィフティでしょ。エリコに嘘吹かれてみれば、返す言葉もなかった。 やっと今日デートの約束したの。明日の休みは朝から彼と遊ぶのよ。高倉はベッドから飛び出すと物も言わず服を着け始めた。お茶の水の坂道をエリコは口笛でも吹き鳴らしたい気分で駆け降りていった。グリーンの太畝のコーディロイのジャケットに白いベレーを小池に乗せたエリコは坂道にくっきりと 月影が描いて見せる自分の影帽子をパリジェンヌのようだと満足して眺めていた。塩見と会え始めてからもう三月経っている。塩見はこのお茶の水の月夜の坂道をパリの何とか通りにとてもよく似ていると言ったっけ。今夜のアテネフランセの試験は全くよくできた。この分なら初等科は予定通りパスするだろう。 ドレビアーンエリコは人目がなかったら踊り上がりたいようだった。夜、アテネフランスへ通い出したのも塩見のすすめだった。初めて街で塩見と会った日から約1ヶ月の間、塩見は毎日のようにエリコを自動車で迎えに来た。東京のチリにはまだ疎いエリコは、ここは赤坂の料亭だと言われれば、はぁ、あ、と驚き、 ここが柳橋の一流待合だと説明されれば息を飲む。どこへ行っても、塩見は顔が効いているらしく、女中や女将からチヤホヤされた。歌舞伎座の一等席で芝居を見るのも上京以来初めてなら、銀座の裏通りのドイツ料理の店で食事をするのも初めてであった。エリコは一つ一つの新しい経験に目を見張り、息を弾ませ、ついていった。 自動車の中でも、わずかにエリコの手を取って、膝の上で愛おしそうに撫でるだけのしおみに、エリコが次第にもどかしくなってきた。いつの間にか、しおみはエリコのことをエリカと呼び、自分をパパと呼ばせていた。若い頃から数えきれないくらい旅行をしているというしおみは、アメリカはもちろん、ヨーロッパの様々な街のことを知っていた。 パリの裏通りのキャフェの名や小さな橋の名やメトロの名前など分けてもエリコの好奇心を駆り立てた。小説家になりたいってそれはいい。女でも自分の仕事を持つべきだよ。エリコの野心を聞いても、しお見は若々しい情熱を込めて頷いてくれる。いいものさえできれば一挙に出版するんだね。もちろん。 最高の出版社からね。私は、中外抗論の中島社長は、中島君が子供の時からよく知ってるんだよ。死んだ前社長の親友でね、私の膝におしっこをかけられたりした中さ。<laughs> いつでも頼んであげよう。子供投げに言うのを聞いて、エリコは興奮のあまり、息が詰まりそうになった。今、 150枚書いてるんです。300枚にしますから、その時は、パパ、きっと、お願いしてね。ああ、いいとも。それより、小説を書くなら、まず、パリへ行ってきなさい。せっかくいいペットが見つかって欲しいけど、エリカのためなら、パリへ2、3年、やってあげてもいいよ。エリコは、打算も計算も忘れ、感激のあまり、お見の首に飛びついていった。 しおみとエリコがベッドを共にするようになったのはエリコの方から積極的に出たのだ。素晴らしい約束手形を次々振り出してくれるしおみをエリコは頑丈な鎖でしっかりと自分につないでおきたかった。どの男でも夢中にさせた自分の肉体ほど強い鎖があろうとは思われない。それでも世界中の女を知っていると 別に隠しもしないお見に向かうと、ふっと、エリコは自分の肉体に自信を失って心細くなったりした。お見に別居している妻があると言っても、エリコはもう驚かなかったし、後へ引く気はなかった。わざと強いカクテルを飲んで、酔ったふりをし、しばらくお見と赤坂のホテルで夜を過ごしたときは、エリコは大役を果たしたように、 帰ってほっとした。初老のしお見の肉体は案外つまらなかった。しかし、外国式だというしお見の長い前儀や恥知らずな愛文には、エリコの知らなかった快楽がないでもなかった。パリへ行く準備にアテネフランスへ通ってフランス語を習い出したのもその直後からだ。勤めが終わるのを待ちかね、エリコは学校へ飛んでいく。 エリコは、野心と希望に膨らんで、積み重なる疲労には目もくれなかった。エリカ、あ、パパ、お迎えに来てくれたの ?M 大学の門の陰から、塩見の背の高い姿が現れた。あら、自動車は山川が風邪気味なので帰らせたんだ。山川とは運転手のことであった。エリコはすぐ、塩見にぶら下がるようにして腕を組んだ。 いよいよパリ行きのビザが手に入りそうだよ。ええー、ほんとここ2、3日外務省へ日産さ、エリカを貿易会社の特派員としてもらうことにした。その社に50万もやればいいのさ。エリコはとっさに声も出ず、ぎゅっとお見の腕に力を込めた。見つきばかりの付き合いで、エリコはお見が案外ケチなのを知っていた。 銀座でする大抵の飲食の払いはつけらしいので、エリコにはしおみがどれほど金を払うのか知らない。白いベレーとか赤いサンダルとかほんのささやかな贈り物はしてもらったが、現金は決してエリコには渡さない。もっともエリコを一個のレディーとしてしおみが扱っているとも取れるが、もう数え切れないほど夜を共にしている今になっては、 二万や三万の小遣いを握らせてくれても良さそうなものであった。エリコがふっとそういう不満を胸によぎ出せると、塩見はまるでエリコの心を投資したようにパリ行きの話や出版の話を始めるのだ。それはいついかなる時でもエリコに我を忘れさす魅力に富んだ話題であった。エリカの部屋三上で北向きで、 嫌なの。エリコが気を引くように言うとすぐ。そうだ、二人のアパートを見つけよう。ホテルへいちいち行くる面倒が省けるね。と応じる。すぐさまアパート探しに取りかかるのだ。エリコを連れて三つも四つも高級アパートを一緒に見て回る。どうも日本のアパートはチャチで嫌になるね。それが結論でアパート探しは なんとなく立ち消えていた。考えてみれば、エリコはまだ、しおみから、一万円と金目の買ったものをもらったことはなかったのだ。けれども、エリコは思い出す。金持ちで、身分の高い人ほど、ケチなもんだよ。金をパッパと使うものは、成り上がりと見て、間違いない。死んだ母がよく、口にしていた言葉だった。やはり、 あの人は生まれと育ちがいい本当の金持ちなのだろう。その証拠ではないが、五十万とまるで二三万円のように軽く言ってのける。エリコはその夜、チヨミがぐっすり眠り込んだ後までも心が高ぶりなかなか寝れなかった。一週間したらビザが降りるというのだ。パリ、パリ、パリにさえ行けば。 私の小説は、たちまち、ベストセラーになるだろう。この白髪の老いた男。胸や腹に、すでに老人特有のシミの現れた男。頭髪以外の場所にさえ、白いものの混じっているこの皮膚のたるんだ男。これこそ、私の青春をかけて、ついに発見したサンタクロースだったのだ。エリコは、涙の滲んでくる目で、潮見の寝顔を、 開かず眺め続けていた。そんなに悲観するものじゃない。きっとそのうちもっといいつてを見つけてあげるからね。いくら何となだめても透かしてもエリコは泣きじゃくって止まらなかった。必ず降りるといったビザはダメになった。当てにしていた貿易会社が何千万円かの 上たり手形を出して、潰れてしまったというのであった。潮見はすっかりすねたエリコを、まるで赤ん坊をあやすようになだめていたが、急にその顔に笑いをみなぎらせると、ほら、これでも、まだ機嫌を直さない何かをエリコの手のひらに握らせた。涙を拭いて、ちょっと見てごらん。手のひらの中にあるものを、 うるさそうに眺め、エリコは思わず、あっと声を上げた。がっかりさせた穴埋めだよ。それは何からと,というのであろうか。目もくらみそうな発光を放ってきらめくダイヤの指輪だった。もう一つ、気を飲まれたエリコの前に、お見はさらに金色に輝くものを取り出してみせた。前から欲しがっていた金の 腕輪にはめ込んだスイスの時計であった。さあ、これで機嫌を直し、パパを慰めておくれ。エリコはやっぱり、この男は捕まえておくべきだと思った。そのようにしてまた見つきたっていた。相変わらずエリコは、味のデパートで、うずしを売りながら、フランス語は初等科を卒業していた。お見に対して、 細かい金のことを言い出すのは気遅れがして、エリコは三度の食事を二度に抜き、本題や月謝をひねり出してきたのだ。下宿の近所の質屋通いも何度かしたが、ダイヤと時計は噂になるのを暗示て、七草にはしなかった。ここ半月ばかり、潮見には会っていない。北海道で牧場を経営している別居中の妻が、これも別居中の息子夫婦の、 渡米を見送りに、久々で帰っているからというのが、お見の言い訳であった。元、死者の娘で、まるで味気ない冷たい女だと、よくお見から悪口を聞かされていたお見の妻に、エリコは急に嫉妬を感じてきた。うん、もう50を過ぎた女に焼くなんて。エリコは自尊心が許さないと思いながら、一度芽生えた嫉妬の情は意外に強く、 ますます火は強くなる。思い切ってエリコは電話をかけてみることにした。これまで一度も塩見に電話をする必要はなかった上、金し塩見が、うるさいから大抵外してあるんだよ、と言っていたのを聞いていたので、電話のことなど考えもしなかったのだ。それでも手帳に番号だけは記してあった。電話には、すぐ相手が出た。 もしもし、塩見さんのお宅ですかああ、そうです。中年の女の声だ。バーヤの声にしては若すぎる。エリコは警戒して、勤めて太い声を出した。ご主人はいらっしゃいましょうかご主人って、誰ですかうちの人ですかひどく粗雑な言葉遣いだ。あの、塩見大けさん、ドクターの、 ええー、うちは塩見ですが、八百屋の塩見ですよ。え、八百屋さんはははしは、塩見違いですね。うちの人は塩見八ちですよ。きつねにつままれたような気持ちで、えり子は電話帳を丹念にくり始めた。どこにも塩見大輔の名はなかった。同じ番号は、確かに八百屋の塩見として出ていた。 その夕方、久しぶりで、しおみから電話がかかってきた。まだ妻はいるけれど、一度会いたいという。いつもの通りの落ち着き払ったしおみの声だ。エリコは、喉まで出かかった、さっきの電話の件は飲み込んで、いつもの街角で待っていると告げた。しおみが、いつの間にか、エリコの後ろに来て、肩を叩いていた。いつの頃からか、 塩見はエリコと会うとき、自動車を使わなくなっていた。山川が病気でやめ、新しい運転手は気が引かないので、帰って合い引きのときは不便だというのがお見の言い分だった。エリコは電話の件を何と切り出すべきかと、イライラしているので、始終不機嫌だった。今日は珍しく、エリコの方が待っていてくれたね。機嫌を取るようなお見の言い方に、エリコは余計。 っとした。遅れるの当たり前よ。こんな時計、いつだって時間あった、試しないわ。腹立ただしそうに、ニュッと左手首を突き出した。おみにもらった時計が、始終遅れたり、止まったりばかりするのまで、尺に触ってきた。ほう、それはいけなかったね。だいたいこういう小さな時計は、アクセサリーでね。 あちらじゃ時間を見るもんじゃないんですよ。でも調子が悪いなら直してきてあげよう。ドラ。塩見は機嫌のいい顔でエリコの手首を握り寄せ、素早く手のひらに唇を押し付けておいて時計を外させた。それを直機のポケットにしまうと。あ、そうそう。そういえばあの指輪も大きすぎるとか言ってたね。あの店は外人相手だからついサイズが大きいんだね。 あれもついでに直してきてあげよう。同じ店だから。いつでもダイヤはハンドバッグに入れているのを知られているので、エリコはしぶしぶ取り出した。もらって以来、数えるほどもはめたことのない指輪だ。勤めには目立つし、似合う服もない。しおみは片目でをつぶって、ちょっと透かすように光を見つめる。珍しくいいダイヤですよ、これは。 と確信に満ちた調子でいい、直機のポケットにしまい込んだ。ねえ、パパ、私まだ、パパのお家、見たことないわ。奥さんが頑張ってるなんて聞くと、急に見たくなっちゃった。これから、連れてってよ。突然、切り出したエリコの言葉に、しおみは驚いたような目を見張ったが、まるで、赤ん坊みたいな、やんちゃを言い出すんだね。そんなエリカは、 とてもかわいいよ。お見はウキウキとエリコを促し、タクシーを拾った。田園調布の屋敷町は、もうとっぷりと暮れ、高い塀ばかりが続いていた。そこだ。自動車を返すと、街角から続いている嫌に長い大理石の塀を回り、門の前に出た。ついでに、今夜帰らないと言ってくるからね。ちょっと待っていて。 しおみは門の外にエリコを立たしておき、すたすた暗い門の中へ入っていった。すぐソテツの植木の陰に姿は消えていった。屋敷内の奥で犬の鳴く声がした。エリコは伸び上がって門の表札を確かめた。白い陶器の表札には黒々としおみとだけ書かれていた。物のの五六分もすると足音が返ってきてしおみが現れた。いや、お待ちど エリコは今日の電話は何かの間違いなのだ。言い出さなくてよかったと思った。その次の朝、別れ際になって、しおみがエリコを物狂しく抱きしめた。言うのがつらかったが、3ヶ月ほどアメリカに行くんだ。おとなしく留守ができるかね。顧問をしている薬品会社の社用だと聞かされれば、なるほどと思った。 手紙はここへくれればいい。ロサンゼルスのホテルの名を書いて紙切れを渡し、しおみは何度も別れのキスを繰り返した。羽田を夜中に立つから見送りに来なくていいと言った。あ、パパ、時計と指輪、それまでに治ったらどうするエリコのところへ店から届けさせるよ。タクシーの内と外でそう言い交わしたのが最後の挨拶になった。 それから一週間ばかり経った頃、エリコは、客の群れを押し分けてくる、見覚えのある男の顔を見つけた。あら、山川さん。お、エリちゃん、やっぱり、まだここにいたんだね。お見の運転手をしていた山川は、前より太って元気そうだった。ご病気、もういいのえ、病気誰がだいあら、病気でやめたんでしょパパのとこ。チェ。 やっぱり知らねえんだな。そんなことだろうと思って、ちょっと寄ってみたんだ。見ろよ、エリちゃん。この新聞。突きつけられた新聞は、暴露記事で有名な三流新聞の三面記事であった。山川の指さすところを見たエリコの顔から、みるみる血の毛が引いていった。機体の隙間。ついに、未亡人に刺さる。大写しになった男の顔は、 紛れもない、塩見大介に違いなかった。それから20分後、デパートの地下の喫茶室のボックスで、エリコは恥も外文も忘れ、すすり泣いていた。山川が聞かせてくれたお見の全貌は、プライドの高いエリコにとっては、水爆以上のショックであった。男爵というあだ名で、銀座の裏通りじゃ、誰知らぬものもない。 色ごとしが潮見の正体だった。本名は誰も知らない。戦争中、上海で見かけたというものもあったが、確かな素性などわからなかった。クーパー張りの容姿と上品な美貌と竜とした身なりで、最初は銀座でも腕利きのマダムばかりが引っ掛けられていった。それに飽きると、素人の勇敢マダムや未亡人に畑を変えた。 警察でも目をつけたが、色ごと自体が生きがいと見え、あんまり目立つ詐欺も働かないので、手のつけようがなかった。クローは対面を気にして、どの被害者も、かえって、表立たになるのを恐れるのだ。ダイヤと時計をもらわなかった山川に聞かれて、エリコは、恥も忘れてうなずいた。でも、直してやるって。持って行ったろう。 それがいつもの手だ。もちろん、あんなものよくできたガラス玉だ。あいつの使った小道具で一番面白かったのは、ミンクのオーバーというやつだ。大偽物の七流れだ。そいつは何人目かのバーのマダムがめちゃめちゃに引き裂いて、銀座裏の靴磨きに撒き散らしたよ。一番滑稽だったぜ。山川、キャデラックの持ち主の本物の主人が、会社にいる間だけ主人の目を盗んで、 面白半分の小遣い稼ぎに、時々芝居を打ってやっていたのだ。それも、告げ口するものがあって、首が危うくなり、慌ててお見とは手を切った。今朝、新聞を見るまで、全然お見のことは忘れていたが、デパートの前を通り、急にエリコを思い出し、寄ってみたのだと説明した。でも、あの人、パリの橋や、キャフェイの名や、 <laughs> あんなもの、パニの地図や案内のパンフレットを見れば、誰にだって覚えられるぜ。俺も、奴に見習って、ちょいちょいやるんだ。そうそう、アメリカに行くって、ロスの辞書みたいなもの、をもらったろあれ、ロスの刑務所の所番地だってよ。女が疑い出すと、そいつを渡して、あとがいたちの道さ。田園調布の家、連れてったわよ。入り口までだろ奴は中に入って、 五六分経って出てくる。門の中の暗がりでじっとしてるだけのことよ。もちろん同性の赤の他人の家さ。T 氏の知事とは、当園で、中外の中島社長と、みんなでたらめ、でたらめ。奴は言ってたぜ。インテリぶった女ほど、知名人の名に、コ頃だって、新視力ってのが虎の巻よ。 赤坂や柳橋と思い込まされていた最初の料亭も浅草の外れの三流料理屋だったのだという。エリコはもう顔も上げられなかった。塩見を刺した未亡人は塩見の死を見届けてから自分も喉をついて絶命していた。でも、あの人、なぜ私なんかを。山川が好人物らしい顔に、 ふっと、みだらな笑いを浮かべた。知らないのかい、エリちゃん。ああいう年になると、三十も年下の若い子と、何するのが、一番若返るんだ。山川が帰って行ったのも知らず、エリ子は泣き崩れていた。突然、エリ子は、ああと叫んで、椅子から飛び上がると、次の瞬間、もっと絶望的な表情で、 うっと、頭をかきむしった。三百枚の長編小説の原稿を半月ほど前、中外口論に持ち込んでくれと、お見に預けたままなのを思い出したのであった。 選び抜かれたとっておきの名作朗読文芸集文芸、ホラースリラー、ー、スススリササイコサスペンス人生に潜むミステリアスな空間の数々おすすめはこちらよろしかったらチャンネル登録ボタンを押してください